彼が世界選手権2枠だったんですよね。その2枠を3枠に増やしたのがケビン・レイノルズとパトリック・チャンでした。パトリック・チャンが第1位、そしてレイノルズが12位ということで、ギリギリなんですけれども3枠を、確保したということでした。まあ、それを狙って出場していたケビン・レイノルズ、22歳の選手です。もう日本でもおなじみの選手ですよね。そうですね、日本にたくさんのファンがいますので。いますね、はい、そうですね、あの日本が好きみたいで日本語を勉強してるっていうのを聞いたことありますね。そうですか、はい、4回転の種類はサルコージャンプ、トーループ、そしてループもあるんですけれども、今回はループを入れずにショートプログラムでは2回、そしてフリースケーティングは3回予定しているということで、この大会で5回の4回転チャレンジしようとしているケビン・レイノルズです。ジャンバーメイドスイング。4回転サルコー、トリプルトーのコンビネーション。気をつけたいのはこの後のトリプルアクセルです。トリプルアクセル、ダイナエントリーのアップライトです。フォーワードからストレート、クロスビハンドです。そうですね、ステッピングアウトしてしまいましたけど移動できました。チャレンジポジションからアップワードエッジも使っています。ジャンプによる足換え、キャメルフォーワード、前半部分と後半部分の曲線の違いを上手に使い分けて見応えのあるステップにしてきています。キャメルポジションからシットフォーワード、ノンベーシックポジション、シットビハインド、紹介でシットビハインド、それからライトストレートです。2度の4回転チャレンジしました。ケビン・レイノルズ22歳の演技でした。やりましたね。そうですね、あのちょっとランディングが乱れましたけれども、まあ、本人の中では満足のようですね。そうですね、なかなか4回転2つをショートに入れてくるというのはすごいことですね。すごいですよね、はい、まあ、許されてはいるんですけれども、あの違う種類ということが指定されていますので、はい、2種類持ってないと入れられないですよね。そうですね、はい、素晴らしいことですよね。最初 の、 あのコンビネーションの方なんですけれども、はい、なかなかあの糸も簡単に、そうでしたね、飛んだような風に見えました。はい、彼の場合は回転不足と判定されてしまうことも多いんですけれども、はい、今回は大丈夫でしたかね。そうですね、ちょっとスローが出てくると思いますので、はい、
でも本人の感触良かった感じですね。そうですね。The beginning, everyone was laughing. アンダーローテーションっていう本を書いてる人が、まあ 70% しか点数基礎から出て入りませんけれども、大きなミスではないので、私はもう最近はもうあの選手に声をかけるときはもう気にしない、そこで気にしないでどんどん調整しなさいっていうふうに声をかけるように心がけてます。そうですか。はい、見てる方が、ね、チャレンジした気持ちはもう分かりますしね。そうですね。そして次はまた成功するんじゃないかと、ね、はい、思いますもんね。もちろんクリーンで降りる方がいいんですけれども、でも本当にそれよりはもうどんどんチャレンジして、行くことが大切なんじゃないかなって思いますよね。ISU もやっぱりその 70% あの得点を与えるようになったというか、あのチャレンジしてほしいということなんですよね。そうですね。じゃあここですね。大丈夫だったんですかね。ダメなトリプルアクセル。そうですね。ちょっとあのランニングの時にグラグラしてしまいましたけれども、まあ成功させましたので良かったですね。そしてこれちょっとよく見ると両足になってますね。ただ回転は良かったみたいです。今自分でも見てチェックしてます。そうですね。この選手のジャンプの強みというのは、非常に軸が小さいので回転の速度が速いんですね。そうですよね。ですからあの見ていてすごく高く豪快なジャンプではないんですけれども、回転ができるという。そうなんですよね。はい、あの本当にダイナミックなジャンプではないのに回転はたくさんしてるんですよね、はい、そうなんですね。とてもあの成功できるとバリューが高い、はい、そうですね、技術で稼げますね、はい、ですので、それを3種類持ってるっていうのは素晴らしいことですね。そうですね。さあ得点が出るんです。技術点は 47.93、 プレゼンテーション 37.39、 85.34 というスコアでした。彼のパーソナルベストを超えたスコアとなっています。4回転の4回転の上で切ったと判定されています、はい。